どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのバラマツです。おなじみの岡本さんです。うずず岡本です。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、今日はグループディスカッション企画なんですけど、今回はですね、特別に結構、いやかなりグループディスカッションの経験数が豊富な3人に集まっていただきましたので、皆さんの振る舞いとか発言とかをぜひ参考にしていただけたらと思います。ということで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに皆さんそれぞれどれぐらいグループディスカッションの経験があるかを伺いたいんですけど、じゃあ渡辺くんいかがですか？僕は専攻があるのが11回でしたね、うん、お願いします。お願いします。ちなみにシンくんはいかがですか？はい、グループディスカッションっていう、まあ、いわゆる就活の選考っていう形はあまり経験したことがないんですけど、まあ、普段からいろいろこうグループでなんか物を作ったりとか、実はあの大学のコワーキングスペースを運営してるんですけど、グループでいろいろ話したりとかしてるんで、まあ、みんなで話すっていうシチュエーションには慣れてるかなと思います。はい、ちなみにノア君はいかがですか？就職活動っていうその実際の選考っていうところだと、60回ほどで、まあ、練習を含むと150回くらいはしたかっていう感じですね。GD のプロがやってくれました皆さん注目ですね。ありがとうございます。はい、ということで早速お題の発表に移りたいと思います。岡本さん、はい、お願いします。はい、じゃあ今日のお題はですね、いい本とはどんな本かというお題で、15分間話していただければなと思います。はい、でですね、15分終わったらその後に1名どなたか1分間で、どういう結論になったかというところを発表していただければなと思います。はい、はい、それでは早速なんですけれども、本日のお題のいい本とはどんな本かで15分間話し合っていただければと思います。それでは、よーい、スタート。よろしくお願いします。お願いします。簡単に自己紹介していいですか？はい、明治大学3年の川崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。筑波大学3年の渡辺幸喜です。よろしくお願いします。お願いします。東京工業大学4年の石川慎です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと簡単にドキュメント作ったんで、はい、ちょっと見てもらっていいですか？ありがとうございます。渡辺君と石川君です。簡単に渡辺君。はい。はい。ちょっと簡単に。ロマ字しか書けないので、ちょっと僕、書くのやめておきます。はい。やっときます。ありがとうございます。ね、すいません、簡単に。はい。はい、で、先に流れだけ、ちょっと確認したいんですけど、お題はいい本とどんな本かというところで、はい、あと14分ですね。で、前提確認して、前提っていうのはまあいい本とか誰かとか、あとターゲットとか目的とかの本ですね。で、確認した後に、そうですね、どんな感じでやってきてます？前提で基準決めて、どんな本がいい本かって決めたら、それに合った案を出していってっていうのがいいのかな。なるほどですね。そうですね、例えば前提で決めたいなと思ってるのが、誰を対象としてるか、誰にとっていい本かっていうところと、ね、まあ、本っていろいろあるじゃないですか、うん、どこまで本っていうのっていう電子書籍とかいろいろあるので、どこまで本っていうか、で結論の出し方として携帯なのか、携帯っていうのは電子書籍なのか、実際のものか、それともジャンルなのか、それとも本当にもバイネームで何かこういう本だっていうのかっていう、そういうそこら辺を前提で確認できたらなって思っています。はい、でそうですね、それを元に、まあ、そのシチュエーションとかによるんで考えていって、まあ、余裕を持って、3分前ぐらいには終わって、まあ、42分ぐらいですね、終わって発表準備できたらなって思います。はい、じゃあ先にどういう、はい、なんか誰向けのどんな本っていうところ、そうですね、お考えだったらいい。どの本を、多分それより1個前にやることがあって、今回なぜこのグループディスカッションをやっているのかっていうところを考える必要があって、場面想定ですか？そうですね。というのも、例えば何だろう、どっかの書籍を出して、なんか出版社から、これを出されていて、まあ、今度何か新しい本を売り出していきたいと、うん、いった時に、考えているのか、そのどういう人が今回のこのお題を出してるのかによって変わってくるので、なんかでも考えやすいのにいいんで、何ですか？そうですね、今回のシチュエーションで考えるとしたら、どんなシチュエーションがあるのか、いい本か、どんな本かっていうお題を出す。はい、そうですね。なんか出版社の
グルリスで、その出版社にとっていい本とかあるんですか？あ、でもあれですね、実際にビジネス考えた場合、はい、じゃあ出版社でいいですかね。出版社で、とりあえず出版社 で、 で、はい、で、誰にとっての本かっていうのは、はいはいはい、まあ、一番考えやすいんで、僕たち向けの本、はいはいはい、学生さん年代とか、はいはいはい、まあ、タイミング、就活してるとかっていうタイミングの学生に向けて、はい、学生に向けて、っていうのがいい。で、目的はあれですかね、まあ、大学生により、大学生の本購入に座ってあげたいみたいな、うん、いい本っていうのは売り上げが高くなる、まあ、そういう認識ですね、売り上げというよりは買われる購入数。そうですね、はい、購入数。そうか、さっきビジネスみたいなこと、売り上げでもいいんですけど、どっちがいいですかね。売り上げが、なんかそうすると、まあ、単価とか考えるんですけど。そうですね、なるほど、ビジネスか、なるほど。なんか個人的には、はい、なんかいい本ってなんかその受け取り手次第な気もしてて、なんかこう売れたからといって、なんかそのみんなが買ってるからなんとなく買っちゃうとかあると思うから、はいはい、なんかその一概にその売れたからとか、うん、いい本なのかって言われるとどうなのかなって思うんで、なんかシンプルにこう自分が読んでこう良かったみたいな、なんかあとはこう友達とかにおすすめできる本みたいな軸でもいいかなと思うんですけど、なるほど、どっちがいいですか？自分のイメージ、確かにあの売れてるからいい本って言わないですけど、出版社が何か本を売りたいってなった時に、売れないけどいい本を売るのと売れる、どっちがいいかって売れるのは全然ですね。なんで、まあ、いい本なのはもちろんですけど、やっぱ売れるっていうのが目的にあるかなと思います。結構、はい、今ほとんど答えみたいなこと言ってると思ってて、今回の話題に対する答えみたいなこと言ってて、はいはいはい、そもそもいい本とはどんな本かっていう話題なんで、今その、川崎くんの考えで言うと、はい、売れる本がいい本ですっていうのが今回の答えになると思います。まあ、そうですね、定義次第でそうですね。だけどなんか個人的なこう、はい、感覚としては、うん、そのもうちょっとあの読み手としてあの受け取った時に、あのこの本買ってよかったなって思える方がいいのかな、はい、まあでもこれ ほぼ答えみたいな感じに。そうですね、難しいんで、テーマがそのどんな本かっていう、どんなの部分をもうちょっと前提決めた方がいいかなと思うんですけど、いい内容がどんなものなのかとか、その売れるかどうかがどんな本なのかっていうところを、なんか今素朴ない気がしたので、うん、どんなといいって考えられましたね。はい、そうですね、はい、どんな基本的にイメージしたのは内容面で、学びが得られるとか、なんかそういったイメージだったんですけど、読むことで得られる、なんだろうな、知識って気づきとか、要素とかですかね。はい、広めに、ね、広めに、はい、で、いいっていうのは今の定義だと、なんですか、大学生が読んでよかったみたいな、うん、大学生が読んで友達に言いたくなるとか、その、まあ、友達に言いたくなるは結構結果だと思う、はいはいはい、なんかそもそも多分自分がこれいいとか、うん、めっちゃ役立つとか、あの参考になるって思ったから、結果その多分伝えるみたいなことだと思うんで、勝って満足するとか、そういったイメージ。そうです、読みなんか結構本ってちょっとあの話飛ぶんですけど、はいはい、あの買ったけど途中まで読んでなんか満足しちゃったりと か、はい、なんか次の本行っちゃったりとかあると思うんですけど、はい、面白い本とか自分でこう買ってよかったなって思う本を大体読み切ると思うんですよ。だから、はい、読み切れると か、 なんかそういうのも一個こう基準にはなる、はい、いいの基準にはなるんですかなとは思いました。なるほど、そうですね、多分いいの決めるのも大事です。すごいディスカッション大事なところですね。それが決まればね、はい、パンパンといけると思うので。そうですね。今半分ぐらいですか、ね。いや、あと多分5分ぐらいで結論に行きたいですね。そうですね。はい。はい、まとめる時間もね。そうですね。じゃあ一体どっちですか。はい。あの、まあ、何がいいかというその前提じゃなくて、普通に何がいいかという議論を入ったんで、どうなんかアイデアベースで出しちゃうとちょっと広がっちゃうんで。はい。なんだろうな。そうですね。なんか個人的には本読んでて、はい、この本いいなって思うのは、はい、なんか割とこう普遍的な、うん、あのことが簡潔にまとまりつつ具体例も書いてあるみたいな本が
いいなって個人的には思ってて、はい、それって結局その役立てやすいし抽象的なこうことも書いてあるんで応用もできるっていう意味で、はい、いい本なのかなっていうのは読んでて普遍的なっていうのは誰に対しても役に立つようなっていうイメージですか。誰に対してもというよりは、似たようなシチュエーションが、いろんな応用が効く、うん、いろんな分野とかで応用が効くっていうのが普遍的な知識、汎用性が高いとかそういった意味ですね。そうですね。なるほど。難しいですね。なんか多分結構定性的な話になってしまってて、うん、目的が、はい、なんかさっき出版社って話したんだけど、はい、出版社がこれ話すかなっていうちょっと難しい話になってて、出版社と書く人もまた別、そうですね。で今回出版社っていうところを考えるとちょっと本当に時間なくてすごい申し訳ないですけど、はいはい、やっぱちょっと売り上げってところにフォーカスして、明確な選定軸で選んだ方が話早く進むかなと思いますよね。定量的にできるのは売り上げですよね。で、なんか大学生がどういうものを読むかっていう生活考えていくとか、うん、読書習慣、読書習慣別に大学生にフォーカスをしていくとか、で、こういう人たちに対してはこういう本が出るっていう感じかなと思うんですけど、なるほど。ちょっと今のところ多分アイデアベースでなんかそれいいねってなったら終わっちゃいそうなんですけど僕はその方が、まあ、基準としては分かりやすいのでいいと思います。むずいね。一回それでいいですか。いいですか。すいません。はい、はい、じゃあ今回は売り上げ動画が大学生に入れたい、はい、じゃあ了解です。すいません。ってなるとどんなとかいいとかっていうの結構変わってきたりします。そうですね。例えば、大きく 本の、形態っていうと、電子書籍と、はいはい、なんていうんですかね、紙媒体、はいはいはい、があるんで、紙媒体で、あとは、切り口としては、まあ、ジャンルとか、はい、あとなんだろうな、雑誌とかいろいろあります。ああ、そうですね。種類、何だろう。種類、はいはいはい。種類って難しいですかね。なんていうんだろう、雑誌。はい。雑誌にはそこら辺ですね。で、ここまで届いた方がいい。ちょっと一旦全部出し切りますか。これすいません。検索っていいですよ。使って、はい、OK ですか。ありがとうございます。ジャンルって出し、はい、あ、今度ジャンル自分やっちゃうんで2つ絞るんですよね。あ、そうですね。なんで、ちょっと2人、じゃあ種類をやってもらっていいですか。種類はどうします。本の種類、雑誌とか、はい、こういわゆる紙の本とか、はい、電子書籍とかっていうことですね。あ、そういうことです。そういう種類ではない。そうですね、例えば、そっちで言うと雑誌とかそういうイメージです、うん、図鑑とか。ああ、そういうの、はい、ジャンルとはまた別ですか。うん、ジャンルのイメージとしては本の形態とは別で、例えば、ちょうど日本図書館、なんか日本十進分類法ってなったんで、それ参考にします。ありがとうございます。ございます。はい、ちょっと、あ、すいません、なんか図書館分類法、あ、3分ですか。そうですね、かなり時間そうですよね。なんかもう時間的にパッと決めちゃっていい気がするんですけど、はい、この辺はちょっと離れてるので、はい、紙にするのか電子にするのかっていうの で、ね、まあ紙が一番多いですか。紙と電子書籍、大学生どっち使うと思いますか。僕は紙に読んでます。紙派ですか。はい、なるほど。今回は紙に関しています。はい、なるほど、紙に絞る理由って何ですか。結局、いろんなところに置かれたりとか、はい、あ、なるほど、購入後の目に触れるみたいなことですか、うん、まあ、そうですね、確かにね、なんだろう、電車内とかで読んでたら目に触れたりとか、そうですね、教室で読んでたりとかありますよね。電子書籍とかだと、はい、読んでても分かんないっていう、あ、そうですね、はい、ダメとか、いいと思います。はい、ジャンルとかってどうしますか。まあ、今回、僕たち向け、はい、っていうことを考えると、うん、学生ってことを考えると、まあ、就活、飲酒、番組ですかね。
なるかな、これ難しいですね、ジャンルが早期の、早期ではないちょっと難しいジャンル作ってきちゃいましたね、すいません。あ、ここにある産業、産業、はいはいはい、産業みたいな、なるほど、はい、産業で、まあ、特にあれですかね、どういうケースか学生の売上が、あ、イメージとしてですか、はい、具体的な産業ってどんなものですか。っていうと完全なビジネス書とかよりも、はい、就活のノウハウが書かれた本であったりとか、はいはいはい、まあ、印紙とかだったら印紙の何かとか、はいはいはい、試験タイプ、ね、そうですね、はい、まあ、そうですね、確かにあの就活の早期化とか試験勉強、試験の大学生多いところです。種類としてはちょっと本種類くらい割愛していいですか、ね、はい、まとまりがなくてすみません。いや、あと40秒です。ですね。すみません。今回の流れ、最後すみません。整理しますね。今回前提としては出版社からがいい本はどんな本かというところで、はい、目的は売上増加、大学生に対して売上増加していきたいというところがあったので、はい、まあ、自分たちは本の形態とジャンルというところから、はい、考えていったと。で、本の、形態に関しては電子書籍と紙、媒体というのが大きくあるものも、まあ、この購入も見に来れるっていうのも、あと他の人にも、広めやすいっていうところで、紙媒体を選ぶ、はい、で、加えて、ジャンルのところで言うと、まあ、学生っていうのは、試験勉強とかを、まあ、する、まあ、そもそもそういう、まあ、本業があると、うん、加えて、就活の早期化とかから、大学3年生4年生だけではなくて今は2年生とかも、就活本を買うことがあるみたいな、まあ、早期化っていうところから今回はこの、就活の試験対策の紙媒体という本がより大学生に売れるという意味でいい本じゃないか、はい、結論に至った、いいっていうのはそのジャンルを結論とする、そうですね、媒体、携帯とジャンルですね、はい、これです、時間、そうですね、そうそう、時間ですかね、はい、ちょうど15分経ちました、はい、では15分経ちましたので、どなたか1分間でまとめてか発表していただいてもよいでしょうか、はいはい、では私から発表させていただきます、はい、お願いします。今回、いい本とはどんな本かというところで、まず前提として、今回出版社が、大学生に対して売上を増加をさせていきたいというような、前提を置きました。で、結論といたしましては、その紙媒体の、就活本であったり試験対策の本がいい本であるというふうに結論付けました。まあ、そこに至った流れとしましては、まあ、そもそも出版社が、まあ、今回、まあ、大学生たちを売り上げたいというところで、まあ、本にもいろんな本があると思うんですね。で、その本の、まあ、セグメントを考えたときに大きくは、紙で読むものがあった電子書籍で読むものがあっただったり、まあ、大きくジャンルが分かれるかなというふうに思いました。でも今回は時間も短いというところでこの2つに絞って考えてきました。本の形態に関しては、実際に、電子書籍だとなかなか自分の中で、収まってしまうということもあるので、他の人にも目がくれる、その後の購入を促せるということで、組み媒体、また、就活の早期化や、学生の本業というところを捉えたときに、試験対策や就活本がシナジーがあるのではないかというところで、今回選ばさせていただきました。以上です。はい、ありがとうございます。はい、ちょうど1分ぐらいでした。ありがとうございました。はい、ということでグループディスカッションお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ MVP の発表の前に皆さんから感想を伺いたいなと思ってます。じゃあシンくんいかがでした。はい、こういう就職っていう文脈のグルディスはちょっと初めてだったんですけど、あのやっぱり途中で軸の探し方がちょっとまだ あんまり僕の中でこうまくなくて、一般社っていう軸せっかく言ってくれてたのに、結構受け手というか大学生側から見た本のいい本とか、あとは作り手側が考えるいい本みたいな、そういう視点でちょっと途中話しちゃったなっていうのをちょっと振り返って思いました。客観的に自分の反省を分析するのがすごいなって感じ。いやいや、ありがとうございます。じゃあいかがでしたか。はい、そうですね、これまでに経験した中では多分一番と言っていいくらい抽象的なお題で、すごくあのいろんな答えの出し方があるかなっていうふうに感じたんですけど、そこの前提のそれでところがやっぱり時間がかかってしまったなっていうところと、あとなんかそこら辺をちゃんと自分で時間を見て議論を促せてたらよかったなっていうふうに今になって反省はしているんですけど、すごく楽しい時間でした。ありがとうございます。最後にいかがでしたか。はい、
そうですね、感想一言で言うと難しかったなって思ってて、もうやっぱり初めて会う方と、まあ、こうやって今回対面というところでまだ慣れてない部分がありまして、まあ、そこのコミュニケーションが難しかったっていうところが一つ、あと今回お題が抽象的だったっていうところで、絶対に正解はないと思うんですよね、で、なった時に、まあ、いろんな考えがあるんで、ある程度みんなで共通認識を取って軸を絞っていかないと、拡散してしまうという、まあ、難しい話題だったんですけど、まあ、まあまあとその罠に引っかかった形で、まあ、前提のところで、まあ、かなり広がってしまって、最後急いで戻ろうとしたものの、まあ、結果的にそれ 3、4 分で話せた結論だよねっていうような内容になってしまったので、今後、まあ、ネクストアクションとしては、まあ、最初に決めるべき前提を決めたら、しっかり共通認識を取って、そこからずれた場合には、適宜伝えてあげると、嫌味とかではなくて、そのグループとしてのアウトプットの質が向上するかなっていうふうに思いました。はい、今、岡本さんのフィードバックかな。そうですか。はい、素晴らしいフィードバックだと思います。はい、ありがとうございます。では、岡本さん、全体のフィードバックをお願いしたいんですけど、はい、その前に1個だけ聞いてもいいですか。はい、今回のすごい抽象度が高いお題で、はい、面接官はどういう人で、あえてそういう抽象度の高いお題にしてるのかも聞きたいです。そうですね、私がやるならなんか面白そうかなと思ってやるみたいな感じだったんですけど、聞いててすごい面白いなと思ったのは、答えがあんまりない中で議論を深めていくところの深め方っていうところがすごいグループディスカッション重要だなっていうふうに思って、見てましたね。じゃあ全体のフィードバックお願いします。はい、私は面接官としてそこをすごく評価するポイントだったんですよ。深い。だがしかしレベルが高すぎない。そうです。